こんばんは。まずご覧ください。はい、バタバタと始まりました。はい、よろしくお願いします。ライターをしてます村田ラムと言います。よろしくお願いします。はい、怪談師で、本も貸していただいております山優と言います。よろしくお願いいたします。そんな感じですか。おあ、人怖な話を。そろそろ、そうですね、なんでそうですね、何にしようか迷ったんですけどね、まだ結構最近の今年の話しようかなと。今年の夏ぐらいの、はい、でなんか、ツイッターの、またツイッターなんですけどツイッターの DM で、あの、自殺したいんですけど、はい、一緒に樹海行ってもらえませんかっていうのが来まして、でまあ普通誰に聞いても無視しろか言葉で、そうですね、ブロックするんだけど、まあいいかなと思って、あの、話だけでもとりあえず聞いてみるかって、はい、いいですよって話聞いてたら、まあなんかいろいろあって死にたくなって、死にたくなっていろんなとこ相談したんですって。その電話の自殺相談みたいなとこ行ったら、こう、いやもうやめて、そういうの自殺しちゃダメだよみたいなことを言われれば言われるほど死にたくなって、まあまあそうですよね、きっと。で本当にもうちょっと死にたくなっちゃったので、次回行ってもらえませんって言われて、まあ行ってみますかって言って、7月ぐらい、5月ぐらいに来て、ちょっと忙しかったんで、ちょっと1ヶ月半ぐらい先でもいいですかって、1ヶ月半か、じゃあ生きてたらお願いしますって言われて、まあ、まあそれでちょうど夏になったんで、あの、まだ生きてますかって、はい、生きてますって来たんだ、じゃあ行きましょうってなって爽やかな僕だけでちょっと案内するのもちょっと、あの、自信がなかったので、僕はいつも一緒に樹海に行っている、あの、 K さんというですね、普段エリートサラリーマンをしながら、あの、週末に樹海に行って自殺遺体を探すというですね、とても趣味のいい人がいまして、そうですね、闇深くていいですよね。そうそう、なんかじゃあちょっと案内してもらっていいですかって言って、はい、青木ヶ原樹海に僕と、あの、 K さんと自殺をしたい女性3人で樹海に行くっていうすごいツアーが広げられましてで、なんかまあちょっとその時現地集合したんで川口湖で待ち合わせしたんですけど、はい、あの、ラムさんですよねって来て、めっちゃ明るい女の人が来て、あ、思ったよりも、まあ、そう、見た目も、まあ、はい、そのいわゆる綺麗な人なんだけど、はい、それ以上にこう、もうめっちゃテンション高くて明るくて、はい、ニコニコってして、なんかもう最初そん、まあ、やっぱり言って自殺するから暗いとも思ってないんだけど、はい、こんなに明るいかっていうぐらい明るい、まあ、病んでる感がないわけですよね。ないですよ、なんか本当にキラ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 っとした感じで、ね、はい、もう「浜田さん本当にあれで」とか言って、待ちきれなくて一人で死のうと思って樹海行ったら待ちきれなくて警官隊に囲まれてなんかね、うんうん、医者に相談しちゃったらしいんですよ、樹海に。ああ、お医者さんからいろいろ何があったのか分かんないけど、こうバスで移動してたら、バス通報が行っちゃったんですかね、何にもないところでバス止められて、中に警官隊がわーって乗ってきて、なんとかさんですよねって言われて、そのまま連れてかれてなんか取り調べ受けてみたいな、はい、そんなになっちゃいましたみたいなこと言って、それは災難でしたねみたいなで、Kさんと合流して、だったらそういうボランティアがないところから入りましょうみたいな秘密の入り口みたいなところから樹海入ってで、まあ、歩きながらこう、この枝はいけますかねみたいなこと言って、さすがにこれでいけますよ、やりましょうみたいなこと言うと、さすがに強さになっちゃうかなとか、そうですね、幇助になっちゃうから、やりましょうはまずいですよね、さすがに。だから最初ごまかしてたんですけど、Kさんとかも、いやでもこれぐらいで釣ってる人いますよとか、もう足釣ってもいけますよ、足釣ってもいけるんだみたいな話してるから、だんだんこうモラルが下がってきて、そうで、もうこれで、あ、なるほどねとか言って、こう木をこうやればいいのかとかやったりしてて、はい、でもですね、その Kさんはやっぱ言って探しに来てるので、うん、本人の目的はこう、あの、ターミネーター2のこう、こう人間探すターミネーターみたいにこう一歩一歩探しながらこう歩くわけですよ、樹海を。そうか、そうか、下を探してるから、探すっていうね、はい、それを真後ろで見てたら、はい、めっちゃ探されるんだそういうことですよねその後を感じさせれるわけですもんね。そうそうそう、だからその人はやっぱ見つかりたくないから樹海で死にたいのに、うん、こうめっちゃ探されるじゃんってなるほど、ね、しかも見つかるじゃんとかになって、はい、でなんかね、
それでちょっと樹海で死ぬのどうかなとも思ったりしたらしいんですけど、でだんだんもうそんな僕とか K さんとかと喋ってたら、うん、なんか死ぬ気が失せてきたらしくてなんかいやなんか、まあ、全く死燃料がなくなるとも思えないけど、はいはい、なんかとりあえずその、うん、やっぱりこう死ぬのをやめてって言われてるとめっちゃ死ななくちゃになってたんだけど、なんかそんなんで本当にだんだん死ぬ気がなくなってきましたって、まあめでたしかなと思ったら、なんか K さんがいやそんなこと言わずに死んでいいんですよ僕が見つけても通報しないんで見つかってないようなものですから、あそうだ競争しましょう見つからずに死ねるか見つけるかの競争しましょうよ、すごいっすね、言っててね、はい、怖かったっていうレクター博士のような人だ。いやもうだからそれ言われると、でもそれこそさっきの話じゃないですけど、その人にはすごい薬になってるんじゃないですか、変な話、うん、そうなんですよね多分。だからもうそれがね、まあこれはもう怖い話じゃないですけど僕もK さんも趣味悪いことは分かってる、自覚もあるし、はい、人を救う気もないんだけど、ただめっちゃ自殺しようとしてる人見つけて助けて、僕2人やってて、はい、K さんも確か数人、はい、見つけてあの自殺やめさせてるから、実は救ってる数が多いっていう、ね、変な話なんですけど ね、やっぱりあの、うん、闇に落ちた人は闇にいる男たちにしか救えないみたいなのがあるんですね。これだから救おうと思うと救えないみたいなところが皮肉だなと思って。いやでもそういうことですよね、うん、本当そうです。